うおー なんだろこれ。めっちゃ久しぶり。ということで、どうも皆さん、アーベル。ってなわけでね、今回からまた、1マスの世界で暮らしていきたいと思います。ということで、まあ、今までやってたのは、キャプティブマインクラフト2と3を今までやってきたわけなんですけど、今回はね、その初心に帰って1をやっていきたいと思います。それで最初にやることとしてはインベントリを開く。よし で、こうやって、実績を解除することによって、ワールドがね、広がっていくんですよ。だからこうやって地道に実績解除をしながら、ワールドボーダーを広げていくっていうのが、この、ワールドの、なんだろう、目標みたいな感じなのかな。で、木材を回収すると、うわ、じゃあ、びっくりした びっくりしたわ で、この、なんだっけ、実績解除することによって、報酬として動物とかなんか、アイテムとかがね、ゲットできたり、するのかな。で、最初の、報酬として牛が湧いたと。多分そんな感じだと思います。で、次にすることは、もうどんどんね、最初のうちはどんどん、実績解除ができていくんで、まあ、サクサクっとね、実績解除していきましょう。で、これは、戻して、クラフティングテーブル作ると、実績解除。で、あとちょっとでこのチェストに手が届くんだよ じゃあ一旦このチェストじゃない、作業台設置して、これ全部戻しちゃっていいよね。戻しちゃいまして、多分ね、この木材が結構重要になってくるから、またあと、いや、苗木が出れば、あれかな？ちょっと待って。苗木出る？これ。あー、出た。よかった。植えときましょう。てか持ってたな。よし。今後ね、木材が結構重要になってくるから、植えときましょう。あ、結構出るね、これ。いい感じ。よし。で、これピッケル作ると実績解除するよね。で、剣じゃない。斧かな？あ、じゃ、クワ作ると実績解除したはず。よし。あー、チェスト触れる。ちょっとね、これ。剣を作ると、実績解除して、他はまあ、そのくらいかな、最初らへんは。で、石のつるはしでも、して、かまどでもする。あと3つぐらいいけそうですね。で、これは、剣作っちゃいましょう。あ、え？待って。ニワトリちゃん、あ、ニワトリちゃんこれ、報酬としてもらえたのかな？多分もらえ、ああ、もらえた、また。降ってきたね。わあ、上が、なんかすごい上が高く見えるんだよね、この、ワールドボーダーのせいで。で、チェストをね、開封していきましょう。オープン！わあ。わあ、これは、うさぎの肉と 羊の肉がね、詰まってました。なんというチェスト。あれ、2個ずつしか、あ、違うのか。あ、これ、牛の肉と、ニワトリの肉だね。ほら、君たちの、これ君たちのお肉だね。最低なことしてるな で、これ多分下に行くと、あるものが、下にあると思うんですよ。多分この、今までやってきた、1マスの傾向からすると、下にね、あるかな。あれ？多分納品所的なのが、下にあると思うんだけど。あれ？あるよね、これ。ちょ、不安になってきた ちょっと不安になってきたよ。あ、これ、ない臭いな。ないわ。あ、今回の、キャプティブマインクラフト1の、あれですね、納品がないんだね。あ、で、チェストが、そこかしこに設置されてるから、どんどん広げていくのが、あれなんだね、ワンのやり方なんだね。
じゃあね。じゃあね、次の実績としましては、どれいけるかな？剣作って、あ、これ石のピッケル作れますね。アップグレードしまして、実績解除。あ、豚ちゃん。お肉になりに来たのかな？よし。わあ、もうなんか動物に恵まれてんねん、いい感じ。で、まあ、実績解除していくとどんどんね、報酬として何かがもらえると。うわあ、まだね、こんだけしか俺歩けないんだよ。まあね、今後結構広がると思うんで、楽しみにね、広げていきましょう。こいつあと2回広げると、開けられますね。他に何いけるかな？あ、かまどいけるね。かまど作れて、実績解除。どんどん行くな。牛ちゃんか。オッケーオッケー。よし、かまど、わー、びっくり！急に育つな。急に育っちゃったな。ちょいとこれ、石の、斧をね、持ってないんだよ。斧ないから。パンをね、作る実績があるんで、これ、畑を作りましょうか。簡易的な畑作りたいけど、あのね、水場が、ちょっと遠いな。水場が遠いけど、まあ、すぐに植えちゃえば大丈夫かな。ほいほい。よし。ちょっとね、ここ踏んじゃダメだからね。で、あと一個実績解除できたら、チェスト開けられるんだけど、これ、あ、待って、牛転がしがあるのか。どうしよう。待って、この状況で牛を殺すっていうのは、多分あまり良くないと思うから、小麦で増やしてから牛転がしは実績解除しましょうか。で、次に行けるやつとしてはこのモンスターハンター。モブをね、倒せば実績解除すると思うから、夜になったらはいいけど、どうしようこれ。湧くかな？どうなんだろう。まあ、夜まで待ちましょうかね。で、魚焼く、鉄を焼く、魚焼いて、鉄を焼いて、パン作って。なるほどね。じゃあ、鉄を焼くっていうのが一番やりやすそうなんで、これは、ちょっと洞窟をね、ぶち当てたい。洞窟ぶち当てたいんだけど、あるかなこれ。おー、鉄発見した。早くも鉄発見。いいね。で、これでもう、実績一つ解除できると。で、コウモリの声がするから、近くに、洞窟があると思うんだよね。どこからするこれ、コウモリの声。あ、結構あるね。ああ、いいね。あ、ゾンビの声。待って、これ。これ、近くにあるぞ。あ、砂利は邪魔だな。だいぶ近いよ、これ。あ、これ多分下にあるわ。うん、下にあると思う。あったな。洞窟発見はしたけど、どうやって降りようかな、これ。結構深めだな。ちょっと待って。ちょ。松明がいい感じの男にあって。あー、もったいない。螺旋状に階段作っていこうか。いやー、早くもこれはモンスターハンターの実績を解除できるのでは？あ、なんか喧嘩してんな。あー、ちょっと待って。俺が倒したい。俺が倒すから。うわー、なんかめっちゃいるんだけど。なになになに？数が尋常じゃねえ。そしてなぜか喧嘩し始めてる。多分俺のせい。やばい、クリーパーの数が予想外なんだけど。ああ。